クリシュナをやってみたいと思いますよろしくお願いしますクリシュナはヒンドゥー教でも最も人気のある神でありインドの広い地域で信仰され最も親しまれている神です 様々なエピソードに富んだグリシュナの生涯の物語は長く語り継がれ、絵画や彫刻はもとより、劇や映画にもなり、インドでは誰も知らぬ者はいないと言っても過言ではありません。ヒンドゥー教の最高神、ヴィシュヌの第8のアバタールとされており、 ビシュヌ教が流星になったのは何よりクリシュナとジョジシラーマイヤナの主人公ラーマを化身として取り込むことに成功したからであり、ビシュヌ教ではなくクリシュナ教と呼んだ方が良いくらいです。では、クリシュナの姿を見てみましょう。クリシュナという名前が黒い、暗い、濃い青のという意味の形容詞でもあるように、クリシュナの肌の色は通常は黒。 または暗い色と表現されますが、彫像や現代の絵画では青い肌で表現されることが多いです。その肌の色が黒いことから、元来アーリア人ではない土着の神格であり、ヤーダワ族の指導者だった人物が死後神格化されたものとみなされています。金色のドーティー、腰布をまとい、クジャクの羽の王冠をいただいた姿で描写されます。 多くの場合、少年バタは青年の姿で表され、独特のくつろいだ様子で立ち、横笛、バーンスリーを演奏する様子が多く描かれます。額に刻まれている U の文字はビシヌシンを表しています。 微シ人の化身だけあり、その姿は微斯のとかなり似ていますが、横笛バーンスリーを持っているのがクリシュナであるため、見分けはしやすいです。では、クリシュナの神話をその生涯を追って紹介したいと思います。誕生。マトゥラー氏のヤーダワ族の王子、ワースデーバは、ウグラセーナ王のメイデーワキーと結婚しました。デーワキーのいとこであるマトゥラーの王、カンサは、 生まれながらにして残虐な性格であり、父王を退けて王についてからは悪魔たちと同盟して悪性の限りを尽くしていました。監査王は自ら御者を務めて、新婚のグアースデーワとデーワギーを馬車に乗せて都に送っていましたが、突然監査王の耳に姿の見えない何者かの声が聞こえてきました。 何時のいとこのデーワギーの8番目の息子がお前を殺すであろう。カンサ王はこの予言を聞くと、直ちに剣を抜いてデーワギーを殺そうとしました。ワースデーバは必死にカンサを止めましたが、聞き入られず、やむなく生まれてくる男の子は殺してもいいからと約束することで、 デイワギーの命だけは助けてもらいました。カンサ王はバースデーワとデイワギーを牢獄に閉じ込め、生まれてくる子供を次々と殺していきました。6人の息子が殺された後、デイワギーは7番目の子を妊娠しましたが、その胎児はビュシヌシンの力によってバースデーワのもう一人の妻、ローヒニーの体内へ移されました。 この時、ロヒニには、牧人ンだの務める牛飼い村ゴークラにいたので、無事に出産することができました。こうして生まれたのが、クリシェラの兄、バラーラーマです。カンサオの悪行の数々にゴーを煮やした神々は、対策を協議し、ゲシュがデーバキーの体内に宿り、彼女の子として誕生するように定めました。こうしてデーバキーは、8番目の息子を産みました。 8番目の子供は真夜中に真っ黒な皮膚をして生まれたのでクリシュナ黒いものと名付けられましたクリシュナは生まれるとすぐに口を聞いて父のグワースデーァにヤショーダーという人のところへ連れて行ってと頼みましたその日は神の力によって老板は眠りこけ鍵も開いていました バースデーバは,は、こっそりとクリシュナを連れて、牢獄を抜け出し、ヤムナーガーを渡って、牛飼い村ゴークラのナンダのところに行きました。ちょうどその日に、ナンダの妻、ヤショーダーにも、一人の娘が生まれていました。バースデーバは,は、クリシュナをヤショーダーたちに預け、生まれたばかりの娘を身代わりに牢獄へ連れて帰りました。デーワキーに子供が生まれたことを聞いたカンサ王は、 すぐさま牢獄にやってきて殺そうとしました。バースデーバは8番目の子供は息子ではなく娘だったので命を助けてほしいと懇願しました。しかし残虐な悪を監査は聞き入れず赤子を取り上げ地面に叩きつけようとしました。すると赤子はたちまち宙に舞い上がり女神ヨグマヤの姿になりました。そして女神はお前を殺す者はすでに生まれ。 別の場所にいると告げて消え去りました。予言を恐れた監査王は、国中の幼児を皆殺しにするように、手下の悪魔たちに命じました。幼少時代、クリシュナは牛飼いたちの村で、なんだとヤショーダーの息子として育てられました。 クリシュナは幼い時からそのわんぱくさと怪力を発揮しました。ある日、カンサオの命令で幼児を殺して回っている女悪魔のプータナーがやってきました。プータナーは美女に化けてナンダの家を訪れ、クリシュナを抱き上げて猛毒の乳を飲ませようとしました。ところがクリシュナはものすごい勢いで乳を吸い、 毒もろともプータナーの生命も一緒に吸い込んでしまいました。プータナーはたちまち醜い正体を表して死んでしまいました。今度はカンサ王の命令でトリナーガルタという悪魔がやってきました。悪魔はつむじ風となって埃を巻き上げ、クリシナを連れ去って飛んでいきました。しかしクリシナは自らの重さをどんどん重くしました。 トリナーグワルタは背中のクリシュナの重さに耐えきれなくなって離そうとしましたがクリシュナはしっかりしがみつき離れませんでしたついにトリナーグワルタは墜落して死んでしまいましたこのように幼児クリシュナは様々な奇跡を示して人々を驚かせましたがいたずらをして母親を困らせることも多かったのです 母やショーダーが牛乳をこねてバターを作っている時に彼女は急にどこかへ行ってしまいました。クリシュナは石を投げてバターの入った粒を壊し中のバターを食べてしまいました。このバターを盗んで食べる幼児クリシュナの姿は好んで絵に描かれる場面です。 戻ってきたヤショーダーは怒ってクリシュナをウ薄に縛り付けようとしました。しかし紐の長さが少しだけ足りません。彼女は他の紐を付け足しましたが、それでもまだ長さが足りません。どんどん継ぎ足しているうちに家中の紐がなくなってしまいました。それでも長さが少し足りずクリシュナを縛ることができません。困っている母親を見て気の毒になったクリシュナは、 最後には縛られてあげました。ヤショーダーは安心して家事を続けましたが、退屈したクリシュナは、嘘を引きずって歩き始めました。そして、2本のアルジュナの木の間を通り抜けようとすると、ウスが木の間に挟まりました。クリシュナが力いっぱい引っ張ると、木々は根元から抜けてしまいました。 すると、二本の木から二柱の神様が現れました。その木々は、聖戦ナーラダの呪いで姿を変えられていた、ナラクーバラとマニグリーグワという神様だったのです。呪いが解けた神様たちは、お礼を言って空に上り、ビシュヌに帰へしました。父のナンダは、それを見て、クリシュナを許し、紐をほどいてあげました。 この神話で救済されるナラクーバラとマニグリーグアは、電話神族の富と財宝の神、クーベラの息子です。呪いが解けた二柱がビシュヌに帰営するという神話から、ここでもインドの神々がビシュヌ教に集法されていく様子がうかがえます。ここで飲み物を飲まさせていただきます。 続きに参りまりす少年時代、クリシュナはバターが大好物でしたが、兄のバララーマもバターが大好きでした。母、ヤショーダーは何とかしてバターを兄弟から隠そうとしましたが、兄弟はすぐに見つけては食べてしまいました。そこでヤショーダーは家の高いところにバターの壺を吊るすことにしました。しかし、バララーマは クリシュナを背中に乗せて協力し、バターを取って食べてしまいました。この神話はクリシュナの怪力や奇跡を示すものではなく、わんぱくなごく普通の兄弟の逸話です。人気者のクリシュナには、こういった微笑ましい神話も混ざっています。ある日クリシュナは兄のバララーマや友達と遊んでいました。クリシュナはふざけて泥の団子を食べてしまいました。 驚いたみんなは母ヤショーダーのもとへ知らせに行きました。ヤショーダーは怒ってクリシュナに口を開けて泥を吐き出すように言いました。するとクリシュナの口の中には宇宙が広がっていました。ヤショーダーは驚いてしまいました。クリシュナは魔法を使って母の記憶からこのことを消し去ってしまいました。 このクリシュナはビシのという神様の化身なんですけど、ビシのは宇宙を維持する神様なんですね。ですから、その口を開けると中に宇宙があるわけなんですよ。またある日、クリシュナは一人の男の子に出会いました。その男の子は横笛が上手くて、クリシュナに横笛の吹き方を教えてくれました。 クリシュナは家に帰ると、早速母親に横笛をおねだりしました。ヤショーダーが横笛を買い与えると、クリシュナは美しい音色を吹きました。クリシュナは森の中へ入って、横笛を吹いて遊びました。すると、クリシュナの奏でる旋律に合わせて、クジャクが踊り出しました。 クリシュナが笛を吹くのをやめると、クジャクはどこかへ去って行こうとしました。クリシュナがクジャクの後について行くと、クジャクは隣のバルサーナの村の大きな家の中に入って行きました。クリシュナが再び笛を吹くと、クジャクはまた踊り出し、綺麗な女の子が水の入った粒を頭に乗せてやってきました。その女の子があまりに可愛かったので、 クリシュナは思わず笛を吹くのを忘れてしまいました。すると女の子は驚いて、壺を落としてしまい、家の中に入ってしまいました。クリシュナは女の子に名前を聞くと、彼女はラーディカと答えました。クリシュナはラーディカに合わせてくれたクジャクに感謝し、クジャクの羽をいつも頭につけておくことにしました。この神話は、クリシュナが横笛バンスリーを吹くようになったことと、 孔雀の羽を頭につけるようになったことの理由づけの逸話になります。クリシュナは青年になるとインド一の色男になります。その片鱗が少年時代にすでに現れているようですね。クリシュナの家の近くにはターラーガナという森があり、いつも多くの果実で溢れていましたが、 デーヌカというロバの姿をした悪魔が果実を守り、さらにたくさんのロバがデーヌカを取り囲んで守っていました。デーヌカは人食いロバだったため、人々は怖がって森に近づきませんでした。 クリシュナと愛のバララーマは果実を食べたがる牛飼いの少年シュリーダーマーのために森へと向かいました。兄弟が木々の枝から果実を落としていくとデーヌカは激しく怒り、後ろ足でバララーマを激しく蹴り上げました。しかしバララーマはそれを物ともせず片手で悪魔の足を掴んで振り回しました。 振り回されているうちにデーヌカは息絶え、バララーマがヤシの木を投げつけると、ヤシの木は大きく曲がりながら隣の木を揺らしていき、しまいにはその揺れで森全体が揺れ動きました。デーヌカが殺されるのを見た他のロバたちは憤慨し、クリシュナとバララーマに突進しましたが、二人は意図もたやすく帰り討ちにしました。 タラーガナの森は平和になり、村人たちは果実を取りに行けるようになりました。この話はクリシュナは脇役であり、主役は兄のバララーマです。バララーマもヒンドゥー教の神であり、農民の守護神です。ヒンドゥー教のプラーナ文献では、 バララーマはビシュヌの9番目の化身とされていますが、インドで仏教が栄えるとともに、バララーマに代わってブッダが9番目の化身と言われることが顕著になり、仏教はヒンドゥー教に同化されていきました。結果的にこれがインドでの仏教の衰退に寄与したことになりました。 少年時代のクリジュナの武勇伝で最も名高いのはカーリア竜王を退治した話です。ヤムナー川には100の頭を持つカーリアという毒竜が住んでいました。そのため付近の水は湯のように熱くなり、それを飲むとどんな動物も死んでしまいました。 ヤムナー川で毒に倒れる牛飼いたちを見たクリシュナは仲間の牛飼いの少年たちを連れてカーリアに戦いを挑むことにしましたクリシュナが川に飛び込むと怒ったカーリアはクリシュナに襲いかかり幾重にも巻きついて締め上げて殺そうとしました騎士で見ていた少年たちは悲しみの声を上げましたがカーリアがいくら締め続けてもクリシュナは平然としています 体の大きさを自在に変化できるクリシュナは自分の体を大きくしていったので銅がちぎれそうになったカーリアはクリシュナを離しましたカーリアは今度は鎌首を持たげて毒を吹きかけようとしましたクリシュナはひらりとかわすとカーリアの頭の上に飛び乗って踊り始めましたカーリアはなおも攻撃を仕掛けましたが その度にクリシュナはカーリアの頭を踏みつけて、次々と頭を潰していきました。自らの体内に宇宙を持つクリシュナの重さは半端ではなく、カーリアはその重さに耐え替え、ついに血を吐いて死にそうになりました。そこへカーリアの妃が現れ、命乞いをしてきました。クリシュナは命を助けてやる代わりに、ヤムナー川から立ち去ることを命じました。 カーリアは一族を連れて海へ去り、ヤムダー川の水は正常に戻りました。インド神話に出てくる竜はどれもコブラの姿をしています。コブラの頭の上に乗っているクリシュナの図案も大変に好まれ、絵やブロンズ像がたくさん残されています。この事件以降、牛飼いたちはクリシュナを新人として崇拝するようになります。 最も人気のある神様だけに、クリシナにまつわる神話は膨大な数に上ります。今回ご紹介したのは、誕生から少年期の神話のうちの一部だけになります。立派な青年に成長したクリシナは、また数々の武勇伝や神話を残しています。 リリシー青年って感じですねインド一のいる男プレイボーイなんですよねモテモテなんですよそれについては次回の動画を是非お楽しみになさってくださいね髪型がねパーマじゃないですか私の髪型似てますね <laughs> chi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 ch